バイクの横にゆきちゃんがいます。満足してくれたみたいです。でもね、わかんないですかね、お皿しまおうと思ったらゆきちゃんに近づく可能性もあるんで、そしたらあとまたおかわりあげます。そう、明日ももちろん行くんですけど、遅番だから来ない可能性があるじゃないですか。そうなるとな、目で訴えるな。ゆきちゃん気づいてない。すごいな。お前後ろ見てみ、ちょんまげちゃんいるよ。ちょんまげちゃんおはよう。いいですねこの角度。ちょっと準備してあげます。逃げた。では次はちょんまげちゃんにご飯あげます。